で、まあ、そこしてるうちに、で、写真集を撮りに行くぞって言われてね、どこ行くんですかってね、レコーディングするぞって、ロンドンだよって、やっぱりビートルズはロンドンだってなことでね、ロンドンに連れて行ってもらって、その時なんとアレンジャーの、庄司修さんと、マネージャーの、プロデューサーの池田道彦さんと、3人で行って、はぁ、ロンドンで、レコーディングですかって。嫌だなって、僕なんかすぐ嫌だなんですよ。もうね、外国行くの、だって英語喋れないもんって、単純ですよ、僕なんか。嫌だなと思って、歌の文句で、中で使えるフレーズはあるかもしれないけど、それで全てが起きないわけじゃないじゃないっていう感じでね。で、勉強なんか大嫌いだしね、英語の勉強するなんてね。で、嫌だな、嫌だなって言いながら行ったんですけどね、行ったら楽しかったですよ。食べ物はそんなに美味しいものを食べさせてもらわなかったけど、まあその頃からイギリスといえば、ローストビーフですよ。あとキングサーモンの、スモークサーモンですよ、みたいな。そんなものしかなくてね、今はもっといっぱいいろんなものがあるんだろうと思うんですけど、そんなものをちょこちょこっと食べさせてもらったりなんかして、でも外国のミュージシャンの人たちにいっぱい来てもらって、でもそれはもうオーケストレーションしたストレングスもあって、ホーンもあって、ね、リズムタイムちゃんとあってっていう、いわゆるスタジオミュージシャンの人たちに来てもらってやる。港の日々。星の怪しいが並ぶよ、カモメがのんびり飛んでる。港の暮らしも慣れたよ、小さな町に背にも慣れたよ。子犬を連れ、走れるよマルチェロ、大きくなるのはお前も、楽しい時には歌えよ、大きな声出し、あの海聞かせよう。Tell it to me.
初めて会い、なぜに胸が震えるのか。港の中、あなたの姿が美しく咲いてる。出て行く船、遠くになる。寂しそうに佇む人、白いバラが咲いているように、僕の目に映った涼しそうな瞳、僕を見つめた。なぜかそれが僕は眩しく、目を伏せ黙って歩いた。心の中、見知らぬもの、甘く震え騒いでる。それは何か知らないけれども、美しくざわめき止まない。Love.
たの髪が甘く香る汽笛の音が遠く響く
庄司治さんっていうアレンジャーの方はね、英語ペラペラなんですよ。だから全ても自分で全部仕切って、もう英語でなんかこう文句言われてもピシッと言ってね、でイギリスのホーンの人たちにすっごいハイトーンを吹かしてね、もうみんな真っ赤な顔して、白人の人たちが真っ赤になると本当に真っ赤なんですよ、知ってますで、あのそういう曲がね何曲かあったんですよ。でその中の曲も、あの許されない愛のタタ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 ラララララタラララララララチラララララって、もう絶対出ないみたいなところを出せっていうね、そういうアレンジを書いていったわけですよ。それはもうみんなビビりましたね。ビビリバビリブーですよ、これも思い出の曲にもなりましたし、私が初めて歌ってうまいんじゃないのっていう、あのお墨付きをいただいた曲なんですよ。というのはレコード大賞の歌唱賞の5人の中に入ったんですよ。その時だって僕はなんでまたそんなうまいとか言って下手くそな目立つじゃない、うまい人いっぱい出てくるのにって思って、もう嫌だったんですから。その頃司会者が高橋圭三さんで、はいはいはい、ジュリーと呼ばれてる彼が許されない時を引っ提げて、歌唱賞の5人の中に選ばれましたみたいな、もうなんかもうやだ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 、もうなんな上手い人の中に混じって歌うの、いやもう人気だけでいいからなんて思いましたけどね。その頃また人気ありましたから、でまあ紅白にも出られるようになったし、 NHK の番組も出られるようになったしっていうようなことがあって、でこの曲がヒットすることによって元タイガースという冠が外れたんです、うん。まだ君を乗せての頃は元タイガースの元タイガースのって言われてね、嫌だったんですよ、ね、今言われたら別にそうなんですって、あれから37年ってもちゃんと言えるようになりましたみたいなことなんですけど、はい。それではソロとしては2枚目なんですけど、あ、やっぱり僕はなんか2枚目に関係があるのかな、いや3枚目か許されない愛です。
に祈るだけ。だけど命かけた愛なら今すぐあなたの元へ戻って、どこかに奪って逃げて行きたい。お願いだ、誰でもいい、倒れそう。
なら港町別れの時だ。で船の合図の汽笛が鳴る。曲を出した頃の1年間の、コンサートの数が120本ぐらいやってて、それもその当時はね昼夜やってたんですよ。それが普通だったんですよ、僕らの世界ではね。でその後ニューミュージックとかっていうそういう人たちが出てきてから1日1回じゃないとダメだみたいな風になってきて、僕らの世界もそういう風になってきたんですけど、だからもう年間120本ってすごいです。ほとんど打ち上げてるんですからっていう感じで、そうだな、その頃によくなんか不安の人からもらった赤製インコとかが帰ってくると死んでたりとかね、なんかそんなことありましたよ。なんか本当この頃って本当忙しかったな。でそれでも井上さんたちと一緒だったからね、井上バンドと一緒にコンサートを回ってましたからね。この120本 2×120 っていう数っていうのがやっぱり僕の喉はもともと強かったけど、まあ、この頃に鍛えたんだろうな、そう思いますね。